いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちらトマトの苗をね、こちらの畑にね、1列目に定植していきたいと思います。はいね、こちらでまずね、名前ちょっと忘れましたけど、これね、穴開けていきましょう。よいしょ。こんな感じで。ね、これね、昨日、ちょっとラッカースプレー塗りましたんで、ね、少し滑り良くなってます。こんな感じで、ね、やるときは1回ね、散水してからやると、取りやすいかなと。で、12個あります。3412ということなんで、本当はね、ここに穴開けてこっからね、こう行こうかなとも思ったんですが、ちょっとね、栄養が、行き渡らないことがね、ある可能性がね、ありますんで、ちょっと今回はね、ちゃんと真面目にやっていこうと思います。去年はね、そこの端っこに2つね、やって、こちらの方にね、斜めにやったんですが、ちょっと今回は真面目にやろうと思います。ね、前回っていうか昨年はこちらの列はね、豆とか、ピーマンとかナスビをやってたんですが、今回ね、ここトマト畑にしていきたいと思います。ね、こんな感じでね、まず穴をね、開けていきましょう。で、これがね、本当はトマトのね、芽なんですがね、ちょっとね、本当は取りたいとこなんですが、もうね、トマトいっぱいね、作ってるんで、ね、これ今、きついですね。よいしょ。よし。ね、滑りが良くなったんで、ちょっと、摩擦がね、当然、ないんで、土がね、逆にちょっとすぐ落っこっちゃうというね、状況にはなりますが。ね、ちょっとね、ね、深さはね、土入れで調節しましょう。で、こちらの畑のね、特徴は、上にね、ワイヤーを張り巡らせているので、竹1本立てて、結束線でね、やれば、すぐね、固定できるという代物になっております。苗をね、買ってから、それこそ1週間ぐらい経つのかな。そろそろあったかくなってきたんだよね。ということで、今ね、こんな具合に穴を開けました。それでね、今先ほどね、ちょっとトマトの芽がね、出てきたみたいだったんで、今こんな感じで勝手に生えてきたトマトの芽をこのね、ポットに吸湿していきたいなと思いますね。トマトたくさん作ってもね、食べきれませんが、とりあえずね、こんな感じでいきます。よいしょ。ね、ちょっと崩れてしまいましたけど、どうでしょうね。こんな感じでね、これがね、また苗になりますので、よいしょ。ね、で、ここでグッと押してあげて、ちょっとこれどうでしょうね、ちょっと失敗しちゃったかなっていうとこなんですがね、なんとか、生き返ってちょうだいと。ね、なんとかね、トマトは生命力強いですから。ね、そしてね、早速戻っていきましょう。こちらね、キュウリなんですがね、ここをとりあえず置いときましょう。ってな感じで、まず、ね、本当はね、この中にしっかり水をね、入れなきゃいけないんですがね、一回。こんな感じで。ね、あんまり水を入れちゃうとね、崩れてきちゃうんで、本当はね、じょうろかなんかでさーっとやればいいんですが、ね、ここの場合はね、すぐ水道がありますんでね。ということでね、こちらにちょっと飛び越えていきましょうか。ね、しっかり水入れてあげて。ね、
いいですよね。はい、よいしょ。はい、ね、撮影しながらなんで、ちょっとね、今、はい、崩れてしまったんでね、ちょっと直しましょう。これね、固定。はい、こんな感じでね、今ね、土が、ちょっとね、崩れてしまったんで、こう。はいね。道がね、崩れてしまったんで、こうね、この固定、すごく便利です。ね、鳴らしたりするのにも。はい、ということで、またね、話が脱線しましたが、はい、次はね、こちら。ね、ちょっと何年前に買ったかわかりませんけども、野菜の肥料ということなんで、一つまみね、この中にね、入れてくださいってことは何でしょうかね。これもうすごく、はい、ちょっとね、もういつのものなのか、使えるものなのか、よくわからない。砂なのか、ゴミなのか。ゴミってことはないでしょうけどね。はい、とりあえず一つまみとはいうもののね、ちょっとたくさんありますんで、豪快にね、入れてあげましょう。はい、よしね。なんか砂なのかゴミなのかちょっとわかりませんけどね。はい、よいしょ。本当はね、使いたかったやつがあるんですが、なんかね、ネズミに食われてたような跡がね、ありまして、もう作業場のね、中にかなりぶちまかれてたというね、肥料をね、ネズミがなんかいたずらするのかなっていうところで、はい、ね、こんな感じで、とりあえず、はい、元肥、追肥、どちらでもできます。ね、骨粉入りということで、ね、ちょっといつ買ったのかわからないぐらいの、はい、ものすごい、ちょっと本当に使ってもいいのか心配になりますけどね。はい、ね、これをとりあえず入れます。はい、ね、野菜の肥料ということで、はい、で早速ねやっていきましょう。はい、まずね、こちら水は、ね、手洗えるようにまずねしましょう。はい、もう素手でやっちゃいます。で、大玉トマトは中の方にね、ちょっとやろうかなと思います。はい、これがね、先ほど、作業場の床に、ぶちまけられていた肥料っていうかね、先ほどの有機肥料なんですが、まあね、処分するんだったら畑に撒いてしまえということでね、撒いてます。はい、ではね、早速ね、このね、はい、ミニトマト。ね、ミニトマトを、ね、これちょっと大きいタイプなんですけど、ここにね、入れていきましょう。はい、簡単ミニトマトということで、はい、よいしょ。はい、ね、こんな感じで根張ってますね、しっかりね。よいしょ。はい、ね、こんな感じで、はい、ね、列ごとに同じものにね、するといいと思いますので、はい、本当はね、配置してからやっていけばいいんでしょうけども。はい、はい、簡単ミニトマト入ります。はい、うわあ、ここね、これ見てください、ミミズ。この中にね、ミミズ拾ってきたね、雨の日出てきたミミズがいたんですが、それをね、この中に入れてあげたんですよね。はい、なのでミミズが元気よく、まあ生きてると思いますけどね。はい、ね、ミミズちゃん、はい、ね、畑に戻ってくださいということでね、雨の日にミミズがね、たくさん出てくるんで、ちょっとね、拾って、結構このぐらいの長さだったんですけどもね。はい。まあ、いたずらじゃないですけども、ね、この中に入れたらどうなるんだろうというふうにね、思ったら、ちゃんとね、中に入ってくれましたね。はい。よいしょ。葉っぱがね、絡まってると、あまりね、ぐっと引っ張ると、ちぎれちゃうんで、気をつけましょう。はい。で、ね、これね、あとね、向きとかね、あまり気にしないでいいと思いますね。はい、気にしちゃうと、もう本当に、ね、夜も眠れないじゃないですけども。はい、ね、とにかくグッと押し込みましょう。はい、ね、あとでね、修正かけますんで、まあ、向きとかね、その辺はもう、考えないで、私の場合はね、やってます。はい、ということで、次ね、まあ、大玉トマトを、したいんですが、まあ、ここはここでミニトマトでしましょうかね。
はい、ね、日当たりのこととかも考えて、はいね、またこちらのね、こちらのトマトは何だろう、トマト桃太郎ですね。はい、ということでね、こちらのねミニトマト、ミニトマトは並べましょう。はい、ではね、こんな感じでしっかり根張ってくれてます。よいしょ。でね、先ほど、はい、掘った土ね、しっかり入れてあげましょう。はい、ということでね、こちらのミニトマト、はい、3株、ね、でこれね、こちらの場合ね、真ん中がやるのが大変なんですが、まあ、最初だけですからね、最初だけ。はい、いきます。で、よいしょ。はいね、グッと。はいね、押すのはまた後でもできますんで、はい、列ごとにね、わかりやすく、これね、ちゃんと記録してますんで、後でね、どこに何植えたかなんてすぐわかります。はいね、本当はね、こっちに背の高いものなので、これからね、先にやればよかったんですが、はい、ね、高さ調節しながら、はい、よいしょ、ね、で、この辺のね、余った土も、ちょっとね、しっかり鳴らしてあげましょう。はい、ね、こんな感じで簡単に、ね、3株。はい、おっとおっと、これ今、落っこっちゃったんですね。はい、いけないですね、変なところに置くと。はい、ということで、これ、上っ面にね、土入れてたんですが、それがね、全部流れてしまいました。はい、で、次にね、大玉トマト。はい、行きましょう。はい、ね、本当は、ね、栄養分いっぱいの、はい、ね、この土を、はい、入れてあげたんですが、今ね、落っこっちゃいましたね。はい、ね、これは色を揃えながら、ちょっとね、風で飛ぶんで、一回ね、片付けながら行きましょう。はい、いうことで、まあ、こちらの熱はね、はい、このね、はい、大玉トマトになりますけどね、この上ね、土今ありますけどね、これまあちょっと外したらね、あっという間にすぐねボロボロボロっとちょっといっちゃうのかな。はい、少しね、こうまた高さ調節。はい、でよしね、はい、しっかりね根張ってますよ。この上が新たにね足した土になります。はい、よいしょね、はい、グッとね押してあげましょう。はい、でもうせっかくなんで、ここの列ね、はい、ここトマト桃太郎ですね。はい、大玉トマトのね種品種はちょっと分かりませんけどね、これは桃太郎というか、この上の部分がね足した土になりますね。買ってから1週間だったんで、ちょっとね土足してあげました。はい、よいしょ。でこちらのね方に行きましょうね、あと3個。はい、ね、これが大玉で、こっちがね桃太郎ということで、はい、まずね真ん中行きましょう。ここね、先ほどちょっとねトマトの芽出たやつ、はい、でここもこの上の部分がね少し後でね足しました。はいね、高さ調節してあげて、グッと押し込みましょう。はいね、先ほどね水も撒いたんで、すぐね馴染むと思います。はい、よいしょ。はい、ということで、はいね、こことここですね。はい、よいしょ、土ね入れて高さ調整。はい、この部分が足した土ね、しっかりね張ってます。はい、ではね、しっかり定植させて、はい、よし。そしてあとね、最後こちらですね。はい、風がねちょっと強いんで、はい、よし。はいね、いいですね。で、あとこちらのね、畑の特徴である、はい、ね、支柱の立て方、はい、まずねここ置きましょう。そして手がね汚れてるんで、まず手洗います。手洗うときはね、こうねやったら今度グリップのところがね汚れちゃいますよね。なのでこちらの場合ね、必ず2つこうね二刀流ができる体勢整えてます。はい、そしてあとはね、こちら今結束線とハッカーがありますんで、はい、竹をね立てていきましょう。はい、
よいしょ、ね、これ一冬ね、ここに置きっぱなしだったんですが、溶けてね、まあ生命力というかね、傷むものでもないと、雪にね、はい、埋まってた感じはですが、はい、ね、まずこんな感じ、ね、風ですぐ倒れてしまいますよね。はい、まあどっからでもいいんで、ね、逆に端っこからやると手すり代わりにもなるんで、いいのかなっていうところで、はい、ね、上のね、位置がもう決まってますんで、大体の位置合わせてね、はい、で、根っこのところはちょっと傷つくとまずいんで、はい、ぐっとね、刺してあげると、このね、7尺の竹がちょうどね、いい感じになります。はい、ね、で、今ね、ここにメモリがね、どこだろう。あ、ここにね、メモリが、白い、ね、メモリがありますんで、それに合わせていくと、こうね、はい、もうこの辺ね、適当で全然いいと思います。はい、でこれだけね、で高さね、ちょっとね合わせたいんで、少しね気持ち上げます。はい、でちょっと上げながら、ね、水平だけちょっとね、よいしょ、よしね、これだけです。これだけで終わり。はい、でね、もう一本やっていきましょう。はい、ね、ここ本当はね、ここまでつながりたかったんですけれどもね、ちょっとね竹が短かったようです。はい、ということで、ここ12列目ということで、ここのね12列目の今ね、はい、結束ですね。よいしょ、はい、これで OK です。はい、でそれでまあね、あとのね流れとしてはこれですね。マックスさんの、はい、テープの HTR ということで、はいね、これ下のところからねやりたいとこなんですが、まあね、ちょっともう下はもうどうしようもないんで、まずこう、はいね、もう自然とこうなりますんで、あとはこうですね、私の場合はもうギブスのごとくね、しっかり固定ですね。はいね、ちょっと上やろうかなと思うんですが、あまりやるとちょっと折れちゃうんで、はいね、はい、この辺でいきましょう。でこれをねやるときもやりながら、こう脇目があればね、脇目取っちゃいます。はいね、やっぱりね2点指示がいいと思いますんで、はいね、でちょっとねこれもやっぱりこっち側にねしたいなって気になるんで、はい、これがね今多分ね、これホチキスの針がなくなっちゃったんで、ね、これ今更ちょっとホチキスの針ね取りに行くのもあれなんで、こちらねホチキスの針はねちょっとねストックちゃんとしておきましょうということで、はい、てな感じで、まあはいね、苗を植えて竹一本刺して結束すれば、はい、完了とねいう感じのね畑になってます。はいね、もうこの辺なんて早くしないとね倒れていきそうなんで、しっかりね固定していこうかなと思います。はい、ということでね、全部植えたんで、はい、高木さんのガーデンシャワーで散水していきます。いきます。はいね、植えたばっかりの時はもういっぱい水入れてあげましょう。はいね、このね、まあ、抜き板は通路のためですね。はいね、そっちからこっちからね、そっちにね渡るためのものです。はいね、よし、はい、ということでね、これで完了です。はいはい、てなわけで、以上、ご視聴ありがとうございました。